64.9kg SB 日本スーパーライト級王者シーザージム、マサーヤエスカップ2016、ついに決勝戦ということになりました。マサヤ対ザガリア・ゾーガリーの一戦です。マサヤはチャールズ・ベネット、そして秀樹を破りこの決勝戦、そしてザガリア・ゾーガリーは山口・タプロンを破ってこの決勝戦に駒を進めてきました。さてこの2人の戦いですが、はい、マサヤ対ザガリア・ゾーガリー、まずマサヤはこのね、あの序盤の時特にですけど、はい、この強打をもらわないことですね。そうですね、どうでしょうか、ダメージ的に2人ともかなりあるんでしょうか。いや、そんなでもない、まあ、ちょっと、ザガリアの方が少し消耗したと思いますね、そう前線ではね、はいはい、まあ、かなりあの背中もそうですけど、あのタプロにやられたところもありますから。そうですね、まあ、本当に過酷なトーナメントということになります。まあ、まずはもう1回戦ではクレイジーホースにね、一度倒されましたからね。そうですね、まあそのまあ、2回戦準決勝ではそこまで感じさせなかったわけなんですが、まあ一番、まあ、トームもそうなんですけど、厳しいのはね、やっぱローが気がされちゃっているって上がってきた選手は辛いですね。さっきのね、はい、ありましたよね、なので、あの秀樹選手か、はい、あれだともうその本戦、その戦い関係なく、やっぱりその前の試合で蓄積しているものを叩くだけで勝てますから、そうですね、はい、まあ、その考えると2人はこのローの蓄積は今日ないです、ね、そこまで、はい、ないですね、いいんじゃないですかね、これあのいい決勝じゃないですか、まあ、ザガリア2014年の準優勝者ということになります。まあ、マサヤ、これは優勝すれば、まあ、初優勝、まあ、互いに初優勝ということになるわけです。シュートボクシングの新たな歴史を作るため、この2人が決勝戦を戦っています。意外とザガリアが冷静なのが怖いですね。そうですね、冷静ですよね、はい、あ、さあ、やはりあのマサヤはボディを狙っていこうという作戦はあるんでしょうか。パンチが当たっていきます。おお、これはザガリアちょっとパンチ当てていってます。ザガリアにしては丁寧な打ち方ですよね。だからこれはその余裕なのか、はい、何かね、その作戦があるのかですよね。今そのこの丁寧な打ち方から、はい、パパパーンときたのは今数発ぐらいだったですからね。そうですね、はい、徐々にエンジンかけるのか、ですかね。まあ、ね、でもこのね、もうトーナメント3試合目という中での、あの戦いっていうのはね、はい、なかなかこれ経験者でしか語れないと思うんですけど、僕はね、トーナメントの経験がないんでね、どうですか、大江さんからすると、あの1日3試合やれと言われればできません。あ、できませんか。いや、やっぱり1回手を挙げられて、はい、バックステージ戻ってもう1回エンジンかけ直すっていうのね。そうですよね、だから今の選手すごいと思いますよ。いや、本当に、トーナメントを勝ち抜くというのは大変なことなんだなと思いますよね。トーナメントも今普通ですもんね。そうですね、ラスト10、まあ、選手からすると本当にあの負担になるというか、体の負担にもなりますし。いや、大変ですよね。その中で、まあ、2年に一度行われているエスカップであります。第1ラウンド終了です。この第1ラウンドを見られて、まあ、あの先ほどザガリアがかなりあの丁寧なというか、そうですね、いや、隙あらばでしょうけども、はい、あのお互いそのまだ手の内を、その自分の手の内の範囲を超えないところで戦ってましたね。そうですね、第2ラウンドです。拳を合わせた2人、マサヤ、そしてザガリアの一戦ということになりました。Sカップ今年、おー、2016決勝戦、ザガリアがこのカーメンになるのが良くないですね。まあ、そうですね、あのカウンター取れればいいんですけども、はい、強いパンチですから、ガードの上からでもやっぱり厳しいですよね。きますよね、うん、はい、だからカーメンになって相手を寄せることによって、カウンターを取る前提ならいいんですけどね、はい、ちょっとこれはザガリア、おっと、これはボディが効
日高もうですね、ダウンです。だからね、その聞いて亀になったのか、はい、亀になってから聞いたのかわかんないですけど、あんまり良くないです。このままダウンです。2度目のダウン。あと1回だ。あーどうだ、ザカリア、ここで倒れた。試合終了。ザカリア・ゾーガリー2016の S カップを制しました。大谷さん、一発目のダウンの時にあのボディーかなり効いてましたよね。ね、そうね、やっぱりボディーが効いちゃったんですね。だからその、はい、その後の2つ3つ目のダウン、はい、もうこれはまあもう流れですよね。1つ目のダウンが全てですよね。そうですね、あの一発で本当に試合が決まったような感じもしました。その後のあのマサヤも戦闘不能状態でしたからね。そうですね、ザガリアが2年前の2014の時は準優勝、そして今回は優勝ということになりました。続きましてシュートボクシング協会会長シーザー武史よりチャンピオンベルトが贈られます。さて大江さん、はい、まあ、ゾーガリが優勝したということなんですが、まあ、ザガリアのこの強さというんでしょうかね、このトーナメント、本当にあの過酷なトーナメント勝ち上がってですね、はい、今日念願のというんでしょうか、2016の S カップを制しました、ね、いやあのね、はい、今あの試合が終わって、はい、何がちょっとびっくりしたのは、ええ、あれだけ試合中ね厳しい顔ずっと